いや、こぼ、こぼ、そのうちヤッホイ、ヤッホイ、ヤッホイさのだよ、ヤッホイ、ヤッホイ。いつも違う、何がいつも違うね、言うてみ、何がいつも違うね。ちょっと今日はね、朝早かった、朝じゃねえや、うるさい、失礼しました。あのね、今日ちょっと時間早いっすね、ごめんなさい。明日も仕事とかいろいろありまして、今日ちょっと早く終わって、でもこの時間やろって、本当は18時にやろうと思ったんだけど、早く作ってもらって早すぎるんだよって、その発言が。このオープニングトークを僕は 2,30 分やんないと、ダメだから、ダメなの。 MER 見てかっこいいと思ってフォローしました、ありがとうございます。徳丸です。なんかめっちゃ雑音するくね、これですね、換気扇だね、換気扇回さないと怒られるから皆さんに。これ、横の人だ、あれだ、はぁ、はぁ、高だけ作るの、あ、違います、こちらちょっと違います、こちらまたどこかで説明があると思うんですけど、ちょっと一旦まだ触れておかないです。ちょっといただきました、あるからに、タコ気になるよね、わかる、もらったんだよね、なんかくれたの、タコ、タコ3つくれた、なんでって言ったんだけどね、なんでって言ったんだけど、ちょっとわかんない、なんか、ね、まあいろいろあります。今日髪の毛重くね、重いよね。まあちょ、逆の髪型、トリリオンゲームの、平学ぶ、学の髪型ですね。ガチャガチャじゃないね、これね。お土産でいただきました。そんな感じで、ちょっと19時半ということで、これ見てる人どのぐらいですか？どのぐらいしてるんですか？見てる人。何歳ぐらいの方が見てるんですか？19時半になかなか見れないよね、やっぱり。学校の人とかもさ、多分塾とか習い事もあるかもしれないし、主婦の方々はご飯を作る時間かもしれないし、会社の方々はね、まだ仕事中ですもんね。24、25、あ、そう、同級生だね、よろしく、頑張ってこう、人生。17歳、若いね、まだまだこれからだよ。21、16、14、14、若いね君、羨ましいよ、まだ10年も若いんだね。もう未来、明るい未来しか待ってない。41歳。もう、これからだ。みんなこれからだ。92歳。これからだ。もうみんなこれからだよ、もう人生。頑張っていこう。本当に？ 92 歳の方。ありがとうございます。13。若いね。アイコン結構なんか派手な感じだけど、若いね、君。本当にそれ13歳、これ。なんかアイコン、こういう、なんか、こういう、こういう感じのアイコンしてるけど。千。うん。一席じゃない。十席。ちょっと、バカって言われる。千って、十席か。百。ファン層エグ。ゼロ。おい！ダメだ、まあ、そうだね。ダメだ。一兆歳。うまいね。取れる4歳。バカか！調子悪いが、俺今日ダメだ、あんまりちょっとうまくいかないトークが。お米を炊いて、何を作るかというと、唾飛ばすんじゃねえ、汚ねえな。ごめん、でもいいじゃん。別にもうオンラインだもん。オンラインの良さってそこだよね。唾が飛ばないとこだよね。そぼろ丼作っていきます。僕のファンコミュニティ、キラリに入ってくれてる方はわかると思うんですけど、僕、ちょっとこの前実家に寄って、母親がご飯作ってくれたんですけど、そぼろ丼を食べたんですよ。久しぶりにね。僕なんか、実家で母親に今日ご飯何がいいって言われたら、
明太子パスタ、そぼろ丼、ハヤシライス、なんか、肉の甘辛みたいな、だいたいこの4点セットぐらいで行ってたんですよ。そのうちの1個、そぼろ丼を久しぶりに食べたら、ちょっとね、もう、5年ぶりぐらいに食べたんだ。なんか、こう、お米の上に、お肉が乗ってるやつなんだけど、乗せたよね、キラリにね。さっき母親に、こんななんか質素なご飯乗せないで、あんた海苔とかかけてな、海苔とか三つ葉とか乗せたやつ乗せなさいみたいな言われて怒られたんですけど、うるせえよって言っときましたけど。それをね、ちょっと、なんかやっぱ実家の味って再現したいじゃん。なんか、帰国子女とは私ですか？違います。日本男子です。ナスの甘辛、ナスと肉の甘辛ね。それを、作っていきます。そぼろ丼をちょっと自分で作って、やっぱり、将来ね、もし自分の、もし、そこの丼食らって、やっていきたいかなという感じで。キラリ入った時のメリットとデメリット教えてください。メリットは、日々幸せになれる。僕のことを好きになれる。僕以外の男性のことが目に入らなくなる。10分の1ぐらいの人。あとは、デメリットは、ちょっとお金かかる。ちょっとお金かかる。ちょっとだけ。ちょっとだけ、ちょっとまあ、無料じゃない。ごめんなさい。つかまあ、月に、そうですね。あれです。牛丼とか一杯我慢すればっていうぐらいのお値段。痩せんな、そういうこと、お前これ、お前。そういうところが、すごくいいところなんですけど、キラリの入り方を教えてください。後でストーリーあげます。いつもこれインスタライブ終わった後、その後も配信しますしね、キラリで配信しますんで、ご飯を作って、キラリで食べるっていう。失礼失礼。ちょっとね、TikTok、ミリクの TikTok があるんですけど、なんかそちらでもちょっと今日配信ちょっとだけします。後半にね。インスタライブやって、ちょっと TikTok 行った後、キラリ行くんで。まあまあ、キラリ、見に来てください。すごい最近入ってきて、はい、お米炊け、その通りです。お米炊けます。ちょっと待ってて、みんな一旦お話ししちゃっといて、俺後頭部しか見らないと思うから。やべ、指輪しながら炊いたら、叩かれる。やだ。手を洗いました。ちょっと、この距離じゃコメント見えない。何かコメント、読み上げ機能ないコメント。これ無洗米ですか？全然し、パクパクしないぞ。こんなもんだ。早炊き。俺、固めが好きなんだよな。お米は。あー、ちょっと水多いね。ちょ、みんな、コメント、頼む。あー、ちょっと水多いね。OK。これ、あんま使ったことなくてわかんねえんだよな、設定が。炊飯器買ったんすよ、この前。あれ？壊れた！ちょっと炊飯器壊れた！待って。ちょっと待ってくれ。何これ？下に押す？あ、できました。落ち着け。マジわかんない。前やった時どこしたんだっけ？説明書みんなからやったからわかんない前。やべ。どれ？極め？何極めてくれんのこれ？白米でしょ？炊き分けセレクト。我が家炊き乾燥。乾燥？君の乾燥求めてないよ。やべ、わかんねえ。早炊きどこ？ちょっと待ってか。やべ、炊飯器の早炊きがわかんねえ。どここれ早炊き。お、来た。特急？待って。え？急速と特急があるんだけど、これ何これ？何特急って？早炊き。特急？超特急さん？え、どういうこと？特急って何これ？超特急さんで行くわ。怖いことできんのこれ。再加熱器ね、これ。
お米って今20分で炊ける時代？だいたい50分ぐらいかかるだろ、これ。お米、20分炊けんだって。これ大丈夫そう、これ。20分で炊くお米ってどう？眠たくなってきた。寝るな、まだ19時半じゃ。特急してみたわ、ちょっと一旦。ということで、ちょっと最近のもそうなんだ。すごいね、飯盒炊飯とかでもっとかかるよね。ちょっと一旦僕は今日は久しぶりにあれをちょっとね、いつも違うんだけど見てよ、俺買ってきちゃいました、シュークリームおじさんです。いただきます。すみません、いただきます。美味しいね。あ、うまい。聞こえた今音。聞こえた？今ボンっつったぞ。え？お米なかったら今日終わるよ。そぼろになっちゃうよ、ただな、これ。そのシュンタ見てたりするぞ。シュンタ、うちのミルクのメンバーデスク最年少の一番頭がちょっと頭がいいんだけど頭がおかしい子。まっ、あ、ボンっていいんだ。さっきのちゃんとはめたよ。ん、あーしてください。なんつってのキャラ何ですかっつって書いてくれたんで、こちら頭とかちょっとだいぶあの頭洗ってないんで汚いんですけど、これね、なんだっけこいつ、なんだっけ名前、佐野ちび、うん、ちびハイトみたいな、そういう感じの名前の僕の生誕祭限定のグッズです。で、頭こっとり外せるんですよ、やっぱ。あらー、なんかこうやってやると、あれ、あ、こいつはげるタイプじゃなかったか。ちょっとこういう感じ、今の髪だとこんな感じだよねつって、で、これでこの頭のこのもじゃおじさんマンだ、こいつ。そう、もじゃおじさんマンっていう、これ僕が考えた、なんか当時の僕がなんかちょっとね、なんか血迷って考えた僕のキャラクター、もじゃおじさんマンのこいつをかぶせると、これなんかテーマパーク行けるよみたいな、かな、もじゃおじさんマンだよっていう。去年とかは僕の虎年だったんで、僕のね、虎のぬいぐるみとか今年も多分出すかな、わかんないですけど、これね、こいつ初期のやつめっちゃ人気で、もう買えないからね、これレアなんだよね、これね、これや。修学旅行行ってらっしゃい。どこ行くの、気をつけてね。身長何センチですか。180センチです。こう見えて179.5 なんだけど、まあ、180って言わせて、びっくりした。いつの間に潰した、早いって、足りねえわ、ちょっと。はい、次、そして食べるものはこちら。まあちょっと健康に僕も気を使っていかなきゃなと思うんで、行儀悪い、すいません、何ですか、僕行儀悪いですか。ごめんなさい、こちら、なんか臭い、いい匂い、臭いぞ。お、お前か、うわ、ちょっと、え、
ジラみたい。ちょっとよ、何これ、前こんなんなったっけ。ちょっとなんかめっちゃ吹いてくんだけど、これなんか湯気、こいつ臭いわ、臭いよこれ。果物あんま好きじゃないんですよ。そしたら湯気出るの当たり前、知ってるよ、湯気出るの当たり前なんだけど、出る量がマジでちょっとスモーク並みというか、なんか普通さ、こうやってさえなきゃったらさ、こうシューって一本出るじゃん、こうなのよ、なんか何これ、これ大丈夫、これあ、お米の匂いか。果物あんま好きじゃないんですけど、健康のために頑張っていい、まず一番好きなパイナップルから。うん、美味しい。夏といえばワラメロン。うん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 、ほぼ水君どうした、君甘みどこ行った、ウリの部分しかないじゃんこれ。うまい、このリンゴうまい。なんかさ、みんなリンゴさ、なんかちょっとジャリジャリするっていうか、そういうの知ってる？なんかもうサクじゃなくて、ちょっとなんかジャリって砂みたいな感じの、もうそれがねちょっと苦手なんだけどね、これ美味しいね。アポ、いやイチゴちょうだい。イチゴないよ、イチゴなんて。どれがイチゴに見える、これイチゴに見えたのかな。ジョーナタ入ってない。ばあちゃんも食べたわ。ばあちゃん食べたの？どういうこと？ダメだよ、食べちゃう、ばあちゃんは。絶対。シャゴシャゴって言うんだ、それいいね。シャゴシャゴね。あ、わかるわかる。うん、美味しい。キウイがね、昔から苦手でね、僕ね、これ。うん。美味しい。このキウイ美味しい。何これ。日本モンキーパークが。リンゴの銘柄教えて。わかんないのよ。今寿司屋来てる。いいね、寿司屋ね。俺も行きたいよ、寿司屋。あんま、このブロ。あんま。スイカに分け与えたやろよ。ヤミ、みんな元気？最近どうよ。6月にもなってさ、もう2023年ですか今。もう半年になっちゃって、どうよ調子。バーベキューじゃん、いいの？今水の中、お魚見てるわ。魚見てるんだ今。ダメだ。美味しいね。果物もたまには。なんかおかしいなと思ってたのよ。俺逆に開けてたわこれ。お、蓋にこれぶちまけてたわこれ。ちゃんとこう分けてくれてたんだね。すいません。うん。しゅんちゃんずっと見てる。しゅんとコメントしとよ、お前。今土の中、モグラかカブトムシ見てるわ。
モグラかカブトムシの幼虫見てるね。タツの瞬読の椅子座るなよ。あーもうね、それ思って僕の椅子買いました。こういうちょっとね、大きめの椅子買いました。こうやって座れるようによくわかるね、気持ち。最近二十歳になったんだ、おめでとう。二十歳からはね、すごく大事だよ。この20歳のうちの20代っていうのはめちゃめちゃ大事だから、人生の中でも人生大きく左右するのが20代だから、ちょっとマジ自分納得いくように頑張って。僕はもう半分過ぎちゃいました、20歳。ジュウ君元気ですか？知らん、会ってない最近。しんどいからさなめてる。大丈夫か？何でも書き込んでくれ。僕の悪口以外書き込んでくれ。よし、そろそろ僕はそのどんぶりを作らないと。もう怒られてしまうから作っていこうと思うよ。どうやって作るかっていうのは、あれ前髪を可愛いで、今これなんかね、はあ、ちょっと戻るね、髪の毛。シュンと明日パジャマ、バカ野郎お前、パジャマじゃねえよお前、これ僕のお気に入りの服屋さんのやつだわ。首につけてるの何？あ、これ？これネックレスなんだけど、あ、じゃあこういうのをどこで買ってるかっていうのはキラリで話してます。ちょっとあんまこういうので。やっぱキラリはさ、ちょっと、いろいろ発生するから、でもそれは、サビとしてるわけじゃないですよ。そんななんかまあ、そういうこと言ったら叩かれそうなんで、あれですけど。まあ、ちょっとやっぱ、少しプラスの情報がないとね、そのやっていけないじゃないですか、そんなの。ね。ね、キラリの皆さんね。あとインスタライブを何時にやるかとかちょっとなんとなくわかります。ちょっと今日とかも今日やりますっていうのを早めに少しね告知してました。誰お前、誰に向かって誰って言うてんねんお前。キラリってどうやって入んの？もうそんな人ばっかだから、これ終わったらすぐストーリーあげるんで、ストーリーのリンクから飛んで自分と検討してください。親御さんとか自分と検討してください。俺もお腹いっぱい、シュークリームとアポでお腹いっぱい。キャリーどうやってやるんですか？シュンタ、お前どうした？お前あとでストーリーあげるからお前そっから入れ。キャリーはまあ普通に本当になんかそのなんだろう、僕の日常を上げてる感じです。なんかちょっとツイッタープラスなんかちょっと動画配信もしてるし、なんかその僕のそのグッズとかもキラリ限定で買えるよみたいな感じですね。まあまあそう、ほんとファンクラブみたいなもんです。個人のね、ミルクのファンクラブもありますけど個人でもあるよみたいな、そういう感じだよって。なんか特典とかもあるよね。なんかちょっと僕から電話かかってくる特典とかそういうのもあります。やめてそれ、なんかキラリの口ばっかりするとさ、いやちょいやらしいじゃないの。失礼しまーす。あ、これ失礼できないんだ。もうさ、聞いてくれる？上にさ、これフックをかけるとこなくなったな、これ新居になってから。わざわざこれ磁石買ったのよ、これ。これ磁石のやつ。なんかここにもつけるか、これ。ほら。こんにちはーって。あれ。あ、大事なタコが。この中で一番大事だから、このタコども。こいつらが俺一番大事だから、これ。ほんとに。肉の中に落ちると思った。おい！みんな聞いてくれ！倉庫行ってるうちにあと2分で炊けるぞ、米が。まだ何もやってないよ。洗うのめんどくさいんで、この卵焼きのこれでいきます。ちっちゃくて洗いやすいと思うんで。で、母ちゃんが送ってくれたレシピによると、みりんと醤油どこ？あれ？母ちゃん、俺油、オリーブオイルやだな。そぼろ丼って作ったことある人います？僕ね、あんまないんだけど、まずレシピちょっとうろ覚えなんだけど、油引きますとどんなもんか知らんけど、あ、うん、油引かせてもらって、もらっちいにを、でひき肉を多分ぶち込ませてもらいにを、オープンのファイヤーシーの温まってきたらひき肉炒めの
醤油とみりんぶち込みの砂糖ぶち込みのだと思うんだけど、どう？ないよ。油いらないの？でも油ちょっと引くって書いてあって。熱っ、熱っ、やべ、これ高温注意出る。で、油これ、ひき肉これまずぶち込みのでいいんだよね。そうだよね。長いね、結構炊けたよ。うわ、これみんなに見せたい。炊き上がりちょっと心配でしょうがないんだけど、反応炊飯とかってさ、これ揺らしたらダメって言うじゃん。炊飯器似てるよね。あちょう、あー、これ見せれねえや、これごめん。ちょ、どこまで、え、あ、ここまでかけて、ちょっと、いくよ。うわ、ちょっと怖い。おんも、おんも、お前見れる、いくよ、いくよ、うん、怖い。おお、あちょー、お前それ見てない。閉めたらこっから吹くの、ほら、これ先に言っといてくれ、か、書いとけ、これ吹き出しますって。あぶね、あ、書いてあった、やけどの恐れあるって、すいませんでした、ここのメーカーさん、すいませんでした。あぶね、ちょっと、あーってめっちゃ書いてある。あー、あー、フライパンね、フライパン大事です、弱火なんで。めちゃめちゃいきます。ワンツースリーファイブセブン。菜箸、あー、待って、こんな音する？そぼろ丼ぶりって、やっぱ熱油がせん。ちなみには強いタイプです。なんか待って、なんかハンマーグみたい、油が多かった。おお、母ちゃんごめん、俺無理だ。母ちゃん、母ちゃん、あっ、何これ、誰か待って、なんかでも、え、で、で、なんだっけ、醤油とみりんをなんか適当って言われたな。まあ、なんかサマメシだからってさ、母親適当レシピ送ってない？待って、なんか今来てた、誰かからメッセージ。母親だな、多分母親か弟からメッセージ来てた、今電話した。火が強い、火弱いってだから弱めだよ、火ほぼ、ほぼ一番左。なんか落ち着いてきたね、本当は一番弱くていいんだね。 OK、 もうめっちゃ油飛んだ、マジで。これどうすればいいの、醤油と砂糖、塩コショウ入れないよ。醤油とみりんを入れるらしいです。いきます。ちょっと味が濃いなぐらいがいいらしいですね。おお、待って、ちょっと誰か、こんなベッドベトになるもん、これ何これ、これ水分、水分これどうすればいいの、これ。鶏肉なんでちゃんと火を通してから味見しましょう。はい、あれ、匂い、実家の匂いだこれ。
弟彼氏おるん？弟に彼氏はおらんね。彼女は知らんし、いたとしても言わんだろ。キッチンペーパーで油吸った方が。すごい、いろんな人がコメントしてくれて文章になってる、ありがとう。キッチンペーパーで吸える量ですか、これ。ちょっとみんな一瞬火見ててね、一瞬。こんなもんすか。いまーす。おい待ってよ、これ成功しちまうぞって。成功してしまうぞって。マジで、ちょっと失礼しまーす。まあ、こんなもんでしょう。ちょっとつゆだくの方が美味しいでしょう、なんでもかんでも。これいつ味見していいの、見えないのか。そぼろ丼になってるよね。なんかさ、最近さ、最近つかちょっと前か去年かなんだけどさ、その飯見てますみたいな、その業界の人に言われるのよ。やっぱりありがたいんだけどね、ちょっと恥ずかしいよね。なんか佐野くんってあんな感じだったんですね。自分で自分の営業妨害してる俺、もしかして。失礼します、ちょっといただきます。味薄っ、薄っ、え薄っ。そんな入れるんだ。あー、砂糖だ、砂糖入れろって言われた。砂糖ちゃんと見てます。この砂糖何年前から使ってる俺。あーやべ、すいません、塊入れます。甘いね、砂糖からって言ってるやん。うちの作り方違うんです、砂糖は後。今日唐揚げだった。あ、いいね唐揚げね。 お酒とみりん。いやそれはね入れないよ、うちは。我が家ではね、愛知県岡崎市では入れない。僕の我が家の味を再現しようとしてるんでね。最高しますように。最高ってなんやねん、成功やろ。ちょっと味見させてもらいます。頼む、美味しくあってくれ。やべやべ、え全然違うんだけど、どうすればいいの。ん、全然違う味。あーやっぱ愛知は醤油だねっつって、醤油の方が多めなんでいいんだな、これ。今こういう感じっす。こう味こう、これがいいんですよね。そうですよね、めっちゃ濃いです。ちょみりんもちょいでどうか、なんとなくね。 OK、 やべ、ちょっと母ちゃんに調味料配分を入れた聞いたないの。いや聞いたんだけど適当って言われたんだよ。適当、なんかもう目分量適当に味見してやりなさいって言われたんで。うわ焦げた、焦げたよ。あ、うんうんうん。で卵、卵
卵、何でしたっけ、何卵、溶き卵ですか。まあ、いいでしょう、溶き卵にしましょう。失礼します。あお、よし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 。で、え、何これ、なんか納豆ご飯みたいになっちゃったんだけど、え、何が問題、火力が弱いのかな、君だけとかかな、別で作るんよ、何を。そのままやったら混ざらないよ。待って待って、何言ってる、みんな何を言ってる、どういうこと。そぼろに混ぜたの、そうだよ、そぼろに混ぜるんだもん、うちの我が家は。何これ、まあ、味が、あ、でもこんな感じかもしれんな、見た目。あ、そっかそっか、あれだ、違うんだ、みんなさ、そぼろ丼ってそぼろと卵別々なんでしょ。うち一緒ないよ、一緒なの、我が家一緒なのと、それ言われたわ母親。なんかさ、みんなにびっくりされると思うけど、それ言いとけないあんたみたいに言われたわ。うちこれ混ぜんのよ、なんか三色そぼろ丼とかあるじゃん、うちさあれじゃないのよ、意外だよね。いただきます。うん、卵がちょっと薄くなるの、味が。こんな色入れてんだ、これ。こりゃ、醤油がなくなった。しょうがない。あ、間違えた、間違えた。分別しないの、これ。どこ行った、醤油どこ行った、危ねえ。こんなもんでしょう。オッケー。ちょっと。はあ、作り方合ってんじゃない、わかんねえこれ。一応できました、ほらこれもんで、ほんで熱っ、あっちぇ、あっちぇ。こちらにインしていきます。お皿洗うのめんどくさいんでね、やっぱこっちに全部もうインしちゃって、そういうことしていいのかな。悪くないんじゃない。んで、みんな完成形よ、こちらそぼろ丼です。いや、ということでね、それはダメ、何が、それはダメって、お皿にしなさい。やべ、母親が怒ってる。なんで、もうやっちゃったよ俺。なんでダメなのこれ、あんま良くないこと、あんま良くないことなのこれ、誰か教えてくれ。怒ってる母親が。そんなもんでしょ別に、男のご飯なんて、ただ器が熱いぐらいでこう冷ませばいけるしょ、保温効果もあるし、行儀は良くない。あ、すいません、すいません。それでは、母親ですね。みっともないでしょ。まあまあ、それわかります。わかりますけど、僕のインスタライブなんてこんなもんす。すべてを出していこう。すいません。次からは絶対やります。ということでね、続いての料理、今日2人作るつもりなんで、続いてはね、こちら。ステーキ。ステーキ焼いていきます。ちょっと時間がやばいんで、ちょっと TikTok 行くわ。それ、あ、でももうちょっと、もうちょいできるのかな？余裕悪いね。ごめんなさい。すいません。わかってます。余裕悪いとはね。まあでもこれはギリギリ許せられる範囲だと思います。今日7時半から始めたっけ、俺。そうだよね。で、もうあと5分くらいしたいんだけど、ちょっと TikTok でもやりたいんだ、配信を。なんか、生配信 TikTok をね、やりたいんで、ちょっと、少しコメント読んで、TikTok 行きます。みんななんか思いの丈を俺にぶつけてくれ。2、3分コメント読んで TikTok 行くわ。
このままでお願 い、 い TikTok は来れるし別にそんな無料だもん。ミルクの TikTok 検索してみて、そこで俺ステーキあげます。切り替えめんどくさいよね。わかるよ、わかるんだけど、すごく気持ちわかるんだけど、やっぱ僕的にもそのミルクの TikTok50 万人行きたいっていう目標があって、やっぱなんだろうな、簡単だ、ね、誘導誘導、うん、みんな来てください、お願いします。ちょっとこんなことやってるんだって見に来てくれたら嬉しいなっていうことで、うん、誘導してます皆さんを、ここから誘導してます TikTok に。なんでぜひちょっと少しだったら TikTok 行くんで来てください。 TikTok であのね M びっくり LK で出てくると思う、ぜひ見てください。たこ焼きのストラップ誰から回ったのってすぐ来てますけど、まあ、ちょっとこれまだいつか言います、ちょっと今ちょっとやめときます一旦。まあはい、いただきました、お土産で交換しました。よし、来週体育祭、お頑張れ体育祭、体育祭頑張れ、もう頑張ったもん勝ちだ体育祭は。明日頭髪検査あります。おお、頭髪検査なんて俺引っかかりまくってたから、もうこんな髪型だからね、うん、今優しかった先生、あ来てこい次の日、あ来てこい、はい次の日、あもういいありがとう、ぜありがとう。横割り楽しみですよ、それ横割りはね、横割りはちょっとあ、今日までやってたな、横割りのチケット。だからちょっと、横割りの、一応ミルクのファンクラブからゲットできるんで、すいません、情報が多くて。ミルクのファンクラブの方のなんか URL も一応ストーリーに載せとくんで。お願いします。お尻痛い？それ、G ですか？私立学生休み日曜日のみ、どういうことそれ。 TikTok ライブ来てくれ、ありがとうございます。実習応援してください。何の実習ですか、頑張って実習、なんか実習やってる人多いね、頑張って。キラリス少しだけやる、ちょっとね、あ、キラリじゃない、忘れた。 TikTok 配信なのでこのステーキ焼いて、その後キラリでこれもう全部食べるから、もうそぼろ丼とステーク全部食べるから、キラリは大体まあ20時半ぐらいからやるつもりなんで、見てください。こんばんは、初見です。こんばんは。仕事頑張ってって言って。出てこいよ！喉かいたんだよな。喉かいちったな。ハマりそうだけどどうしたらいい？キラリに来る？キラリ見に来ればいいんじゃないかな、ちったね。キラリでちって判断してもらって。引っ越したの、引っ越したよ。それ結構前だよ、引っ越したのね。勉強頑張ってって言って。勉強頑張って。見てればじゃないから、インスタライブ。よし、TikTok 行くべ。ありがとう、見てくれて、本当に。今日も楽しかったです。みんなのおかげで。ちょ、TikTok 行ってくるんで、来てね、この8000人、さっき、あれさっき1万、行って1万人ぐらいいたんだけど、芸能人どうしたの、諦めないこと。それでは、ちょっと、行ってきます、TikTok。来てください、ミルクの TikTok ね、そこで配信するんで。バイバイ。